この山の皆様、こんばんは。松尾シェフです。よろしくお願いいたします。そこにすごい先月が見える。むちゃ綺麗な月です。では希望の音からお届けします。エクリプス。オレンジ色の光、汗ばむような熱に包まれて、心臓のもっともっと奥から泣きそうで叫びたい感覚。やっとここに来たのか、やっとここから始まるのか。月も太陽も微笑んだ、ここからは心に従い生きるんだ。でも大丈夫、必ず縁を繋がるだろう。一生の喜び。
私このステージ立つのなんと1年3ヶ月ぶりということで、
ビッグ編やっと音楽が戻ってきたぞー、イエーイ。涙出てくる。本当にあの歌う場はね、オンラインとかで自分で作ってあの会ったりもしたんですけど、やっぱりこういうなんていうのかな、人間同士のエネルギーが本当に不足していて寂しい、正直に言う寂しい日々だったと思います。でも本当に、この場を守ってくれた砂田の皆さん、ありがとうございます。本当に感謝感謝でございます。私はこの明日なる金山のステージは2017年からですね、明日なるチャレンジアップステージというものに、挑戦させていただいてから、ちょくちょく出させていただいているんですけれども、今からお届けするハサミというナンバーはですね、何年前か忘れましたが作った曲で、もう本当に演奏するごとに同じ曲なんだけれども、どんどんキャラクターが変わっていっている、そんな曲です。ということで2021年バージョンのね、ハサミを聴いていただければと思います。よろしくお願いします。
すごい覚悟でとても望んで泣けてくるね勝手に感情を想像するとなのでぜひね、皆さん何も買わなくてもいいので物販ゼニアのね、お店に来てもらえると私たちすごく嬉しいので、ぜひ、会いに来てください。終わった後ね、ぜひね、でなんとトランペチ君とはね10年ぶりですか、偶然今日会って、あ、そんなこともあるんだねと。で最近私もご縁について考えることが非常に多いので、きっとこれもまたご縁でこれからいい音楽人生がまた、こんな風になってこんな風になって進んでいくのかなと思っているので、皆さんもぜひその一員にこれからもねなっていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではですね、最後のナンバーは、本当にこのいっぱい考えさせられるさなか、もう私にはものすごいいっぱいテーマがあって、本当に死に物狂いでした正直昨年はね、その中で、忘れちゃいけない思いがあるので、私のお父さんに書いた曲を、最後にお届けしてお別れしたいと思います。ペイジ、あなたが話そうとした物語の続きを僕が引き継いでもいいかな。小さな窓から見えていた曇りがかった景色は、その本を開くと無限大に広がり夢をくれた。僕らが呼吸を続けている毎日も出すのに枯れ違ってくるのさ。それはそれはすごく当たり前で当然のような真実でも、あっという間に見失う怖さという幻想の中、全ては捉え方次第さ。全ては理想と現実との狭間で、全てのものの使命が今を生きることで満ち足りてゆき、温度差という曇りは消え去り遠くまで見通せるだろう。
そうですね。